こちらハボック船長からいただきました。ありがとうございます。電車などで手すりを握っている女性の手を見つめて、うん、頭の中でこれいいの？別のものを握っているように妄想してしまいます。最低です本当。ちょっと待ってください、野田さんは何を今想像したんですか？ちょっと待ってください。ちなみに別のものって、あのもちろん僕のね、うん、手首とかね、こう腕のことをね掴んでくれているって、あね、うん、そんな人様で勝手な妄想をしてしまうこんな僕を罵ってくださいと、のとさんは何を今想像したんですか？もう、そんなね、ね、そして私最低かもあなた最低。いやそんなことない、のとさん自分で言わないで。もう最後の砦なんだから、あなた。そうか、もう本当分かった、ね、そうか、分かったぞ。何想像したんですかって。私最後の砦でした、はい、最後の砦ですよ。はい、もしくはもうイベントではマイクですよ、もうね。マイクね、マイクを掴んでいることを想像しねえな、これな、ちょっとな、もうちょっと恥ずかしくなってきた。やめよう。よろしいですか？じゃあお願いします、どうぞ。車内は揺れたりするから、ガタンガタン、ちゃんと握っておかないとね。ガタンガタン、で、ああ、ああ、もう、急に反射するからびっくりするじゃない。バカじゃないので、スタッフ大丈夫？最低これ。ちょっと待って、ちょっと待って、漢字が違えばいいの？え、何言ってんすか？え、漢字が違う、何言ってんすか？いやいや、出発進行、発車いたします。の発車ですよ、何？もうマジ、ほんとびっくりするわ、野田さん。だって今そういうリアクションじゃなかったでしょ。え、どういうリアクションでした？僕発車って言ったら最低って。はい、野田さん、空気が止まるようなこと言わない。ちょっと、野田さん。